こんにちは、牛尾美香です。イエイ。牛尾美香の YouTube チャンネル、牛ちゃん。今日からですね、私の腕相撲企画がスタートします。というのもですね、私は人生で一回も腕相撲に、すっごい今急にライトが光り始めた、人生で一回も腕相撲勝ったことないんですよ。子供にも負けてばっかりだったんです。で、思いついちゃって、もうジムに全然行ってない、家が大好き、ポテンシャルで可愛いやってますっていうね、女の子いるじゃないですか。私の周りすごい多いんですよ、そういう可愛い女の子が。可愛い女の子が、そいつらには勝てるんじゃねえかと思ったわけです。でね、今日はまず一人目の対戦相手が来るので、勝てるかどうか腕相撲やってみたいと思います。もうちょっとで来ると思います。もうすぐ来ると思います。こんにちは。川上ジュリアです。よろしくお願いします。川上ジュリアちゃんです。川上ジュリアさんです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとう、ずっと見てました。ありがとうございます。ちなみに質問なんですけど、はい、ジム通ってます？通ってません。よかったよかったよかった。どれぐらい通ってないですか？3年は通ってない。あ、じゃあ十分ですね。はい、大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあちょっと早速戦いたいと思います。はい、じゃあルールとしては手の甲がついたら負けね。はい、もう早速やるの？あ、早いね。いいけどやるよ。いいよ。レディー、ちょっと待って、レディー。いや強いよ。弱いよ。じゃあこっちに座らせて。え、何、そんなのないからね。あんな秒速やらせだと思われるじゃん。え、だってやらせです。マジか。ちょっと待って、どうやってこうでしょ。え、なんでそんなに、うん、はい、レディー、あ、待って、もう最初完全乗り遅れたかなと思う、うん、最初でいけたと思った。もう2試合やっちゃったよ。今あれだからね、ハーフハーフ。そう、今同点。同点いった。左上のブラつった。絶対負けさせなかったのに。もう一度。強いわ。ありがとう。どんなにありがとう。え、意外と面勝負だったね。勝負だったね。握力じゃないじゃん、うん、こうする力が一切ないんだよね。一回押してみて。え、別に力ないの？そんな強いと思わない？強いわ。なんでだろうね。こういけば耐えれるんだけど、こうは一回グーで。もう一回グーやってこうやって。こうのこう、こうは、あ、今またこんな、なんかこの、このままで。いや、無理だって。体の構造。いや、ここでキュンと巻き返るのに。いや、それ意識で、意識でやってる。うんうん。こう、こう。うん。うん、はい、レディー。こう。ほら、強い。あ、そう。本当に強い。多分、構え方が間違えてたんじゃない？あ、いけるかも。構え方が間違えてたんだよ。ここ痛いね。そういうことね、うん、普通にこうじゃなくてこう行くのね。こう行くのね。だってさ、一回さ、うん、止めといてグーでこう、うん、ちょっと押すからね。こっち、うん、この方が力入る。むずいむずい。あ、嘘、むずい。あれ、本当？むずいよ。本当？むずいよ。待って、本当にむずい。じゃあこうやってみて、こっち行ける。こっち行ける。わかった。今絶対一緒に当たったよね。こうでしょ。え、違うよ。
のをこうじゃなくて、こうなんかこっちにひねるのかなと思った。え、私逆に、うん、こうやって巻き込む、ふんってそういうことか、の近くに。でもそうかも、テレビとかで見るやつなんかこっち系かも。なぜ生かさない、なぜ生かさない今思い出した今思い出したちょっと一個ずつ勉強だわ。そうだね、これ数重ねるごとに吉尾さん強くなっちゃう。ありそう、コツつかめそう、ね、ありがとうございました。うしちゃん、はぁ、あ、改めまして、ありがとう、ありがとうございました。ジュリアとなんかこうやって喋るの初めてだね。いや初めてじゃない、ウィストライブ何回かやってるよ。やってるわやってるわやってるよ。私コラボ吉尾さんとしかしたことない。逆に、うん、カッチとかしたことない。ほんと、うん、なぜかなんか互いにね同じ時間にやってたりしてなんかかぶせてくんだよね、あの人。おのおの、そう、一緒にやってくんだよ、かぶせてくんのよ。ジュリアはね2年前ぐらいかな、うん、3年前ぐらいかな、2年前だね、2年前ぐらいに知り合ってからやたらと仲良くなっちゃってね、よく一緒にいるよね。一緒にいますね。なんでだろうね。なんで、でも周りから見たら似てるって言われるんですよ、性格が。そうだと思うね。うん、でもネアカとネクラなんでね。そうだね、そうだね、そこが違う。とにかく、うん、うるさいし、うん、騒ぐし泣くし怒るし笑うしみたいな。そうだね、感受性豊かな感じですね。感受性豊か組ですよね、ここは。そうですね、完全に。いや疲れとん全然喋んないじゃん、疲れてんの今日さ、はい、すごいことがあったのよ。何、なんかね、うん、別の YouTube に私が出演するっていうので、うん、代々木公園にいたのね、うん、したらマジで舞台俳優ぶりの声量でナンパされたの、うん、しかもねナンパも普通にお姉さん何してるんですかとかじゃなくて、うん、えもしかしてみたいな、なんかお芝居が入ってたのね、で私ももう絶対私しかいないところで真ん前でやられたから、うん、絶対私じゃんと思いながら、うん、ずっと私じゃないようなふりをしてたんだけど、うん、結構長尺だったのね、うん、でなんか行き別れの設定みたいな昔、うん、覚えてるかみたいな。怖いんだけど、そうだから私もえ怖怖とかずっと言ってて、うん、で途中でえ舞台劇団の方ですかって聞いたの、うん、なんか練習してんのかなみたいな、うん、したらちょっと笑って、うん、違いますみたいな。でもそこ普通に答えてくれた、うん、違いますみたいな。なってなんだろう、でもこの声量おかしいから、うん、まあ、どっかから撮られてて YouTube かなと思ったの、したらやっぱ YouTube だったの。え、すごすごくない、すごい、逆にすごいわ。 YouTube を撮影しに行ったら YouTuber と遭遇で、また YouTube 撮ってんの。そう、すごいじゃんすごい YouTube 作りだね今日。え、すごそう、名前はちょっとど忘れしたチェックしたいよ、あとで、あとで教えるね、教えてくれる。毎回ナンパをしてるの、いろんな。え、毎回ナンパ、全部ナンパ、ナンパでナンパチャンネル、ナンパチャンネルの。すごっ。他のもチェックしたら、うん、なんかあれなんて言うんだっけ、街中で急に一人が歌い始めて、したら周りもみんな、あ、フラッシュモブ、フラッシュモブ、フラッシュモブでナンパしたら LINE 聞けるかみたいな、うん、企画とかやってて、それがすごいバズってた。すごい、確かに見てみたでしょ。あとね、うん、歌めっちゃうまかったの。なんかそれ全部企画も説明し終わった後に、うん、まあ、お礼にじゃないけど、うん、なんか何でも一曲歌うんで好きなアーティスト言ってくださいって言われて、うん、あ、じゃあサザンオールスターズさんでって言ったら、うん、津波をもう大熱唱してくれて、うん、ストーリーも撮らせてくれて、うん、今私のストーリー載ってるんだけど、あ、嘘、チェックします、チェックします。見つめ合うと素直におしゃべりできない津波のようなわびしさに愛の怯えてる。あ、どうっす、うますぎ、うますぎ、嬉しい、めっちゃうまいよ。うますぎて結構 DM 来たもんこの人うまい、誰ですかって。道アカペラでしょって。アカペラだよ。うらやましいね。あの代々木公園のあのさ噴水のとこあるじゃん、うんうん、とこでそんなことあんの。爆笑した、マジで。惚れた、惚れた、ちょっと惚れたね。嘘つけすぐ、いや、そういうなんかそういう人好きじゃん、ちょっとなんか自分にはできないことできるみたいな。私には真似できん、さすがに。でもハートの強さが YouTuber さんだったわ、うん、ハートの強さ好きだもんね。そうなんだよ、そうなんだ、好きじゃん。ハートの強さ好きなんですよ、この子あきれない、ハートの強さ好きなんです、好きなんだよ。何
ずっと乗りついてたんだけど言ってくれたいの優しさ大事になっちゃったじゃん逆にできんないのねとかみんなめっちゃずっと乗りついてるなんかチラチラなんか席交代したじゃんそしたら急に見え始めて、うん、あれ見えるな言ってよ普通にありがとう優しい優しいのよ繊細な気遣いできる女子なのよすいませんありがとうございましたありがとうございます大丈夫なんですちょっと今後もなんか出てくださいよぜひぜひ何でもやるよ嘘嘘早何でもはやらん何はやらん何はやらない、うん、え、わかんない皮膚露出するやつとかどれぐらいの露出これぐらいは私ちょっとあ足出せないうん OK じゃあ水着はダメねそうですね、うんうん、ウェットスーツ OK ですなんでウェットスーツ逆に嫌だわなんか恥ずいじゃんウェットスーツ OK です水着だけちょっとあ、そうだね、うん、腕ズも強くなるかななるんじゃない？なんかたくましいんだけどさ、なんか筋肉マジでないんだよね。ないよ、牛尾さんだって別に筋肉あるイメージなんて最初から最後までない。最初から最後までないよ。スレンダーだもん。いや、なんかね、ぽやぽやなんだけど、全部が水と脂肪なの。私の体は。脂肪率すごい。わかったことないの？もう、ある一定の時期からわからなくなりましたね。意味ない。去年の夏、体脂肪率 30% すごくない？ってことは私の多分、同レベルある、絶対。ないよ体積ずっと家にいるまあね落ちてるかもねもうだって電車乗ってどっか行くだけで今やぜいぜいハーハーですあでもそのイメージはあります、うん、ひ弱なんですこう見えて、ね、お忙しい中ありがとうございましたなんか別にそんな莫大なフォロワーさんがいるチャンネルじゃないけどなんか宣伝とかありますこれ宣伝ですねインスタグラムフォローしてください唯一やってる SNS いやもうジュリアもインスタめっちゃ可愛いそれ漏れてるのしか載せてませんか配列とかうまいおしゃれえぇ、ー、ほんと、うん、初めて言われたなんか私のインスタなんかうるさいんだよえ自分の顔ばっか載っけるからかなあ、でもそれはやめてる意図的にちゃんとおしゃれになるようにいやなんか自分の初心が続かないように、うん、なんか確実にいいねとか減るじゃない、うん、なんか誰の投稿かわからないような投稿って、うん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 、でもそれでも載せるようにそうなんだじゃないとインスタ開いた時にってなっちゃうから私毎回なってるなるよね自分で開いてピーンってなる更新ってなっちゃうなる自分のインスタすっごい嫌だわ嫌だなんかうるさいなってなでなんかおしゃれなものとかさ、うん、最近買ったものとかをおしゃれにとって載せるのもやりたいし、うん、昔やってたんだけどそれこそ全然いいねつかないじゃん、うん、つかないってことは需要ないのかなとか思ってやめちゃってたんだけど、うん、そういうことじゃないのねトータルなのねだって多分フォローするとき私全然わかんないけど、うん、フォローするときにあの一覧見るじゃんそうね9枚で1個っていうのね、うん、3のこのねわ、うん、かるよ分かってはいるんだけどねそういうもんだよねそう欲しちゃってさそうだよねやっぱいいね多いと嬉しいもんねいいね追いかけちゃうよ大丈夫そう大丈夫仲悪く映ってないどこでどこら辺で年上に対して一番なんだって今さら今さらでした年下って思ってないし年上と思ってないし思ってないですすいませんただ友達なんですジュリアはい変わりましたん優しいねよいしょね、顔面国宝不信感そうだこの人ねネクラだからさちゃんと褒めてもさえなんでとかで怪しいんですけど素直に喜べない女子な怖い可愛い可愛いお気持ちありがとうございますまたなんか出てくださいねはいありがとうございましたありがとうございました遊んでるだけの動画だったけどバイ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 チャンネル登録よろしくねー。